嘘だろ？日本のスーパーにはこんなシステムがあるなんて。日本以外の国なら絶対争奪戦になってしまう。皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。私たちの生活に欠かせない場所の一つであるスーパーマーケット、生鮮食品から加工食品、日用雑貨まで、日々の生活に必要なものは一通り売られているので、とても便利ですよね。ところで外国人の方々は日本のスーパーのことをどのように思っているのでしょうか。今回ご紹介するのは、ある日本人のサラリーマンが日本に赴任してきたアメリカ人社員から聞いた日本のスーパーに驚愕したエピソード。そのアメリカ人社員の話によると、どうやら日本とアメリカのスーパーには様々な違いがあるようです。そして彼が日本のスーパーで最も感動したというのは、あるお得なサービス。それは一体どのようなサービスだったのでしょうか。早速見てみましょう。出張に来たアメリカ人が日本のスーパーに驚愕。僕の名前はケータ。30代のサラリーマンで自動車部品メーカーに勤務している。僕が所属している部署には海外支社から赴任してくる外国人社員が多い。彼らは皆日本へ来る前に日本語を勉強しているようで、片言の日本語ではあるものの、普段の会話には全く支障がなくて、いつも驚かされる。しかもどの社員も帰国する頃には日本語がペラペラになっているから、本当にすごいと思うよ。そんなある日、アメリカからジュリアンという20代の男性社員が赴任してきた。彼も日本へ来る前に日本語を猛勉強したらしい。初日から上手な日本語を話していて、みんなが感心していたよ。ジュリアンの赴任から数週間が経った7月下旬、僕の部署では会社の近くにある居酒屋で毎年恒例の初期払いが開催されることになった。もちろんジュリアンにも声をかけると、日本の飲み会や居酒屋に興味津々。大喜びで出席の返事をくれたよ。初期払いの当日、僕はジュリアンの向かいの席に座ることに。その時彼は日本で驚いたことをいろいろと僕に教えてくれた。先日出社前に朝食をとるためにカフェに立ち寄ったら、近くに座っていた男性がパソコンやカバンを席に置いたままトイレに行ってしまったんです。荷物を盗まれたらどうしようと僕はヒヤヒヤ。だけど5分後に彼が戻ってくるまで荷物に触ろうとする人はいませんでした。こういう光景を見ると日本の治安の良さを実感します。アメリカであんなことをしたら、おそらく防犯カメラの有無なんて確認せずに誰かがすぐに持ち去ってしまうと思いますよ。へえ、アメリカはやっぱり犯罪が多いんだな。僕も一人で外食をするとき、荷物を席に置いたまま当たり前のようにトイレに行ったりする。だけど一度も荷物を盗まれたことはなかったから、アメリカと日本の治安の違いを知って僕の方が驚いたよ。それから彼はこんなことも言っていた。デパートのレストランフロアに行ったら、店の入り口に食品サンプルを展示している店が多くて驚きました。あれがあるとどんな食事なのかがすごくわかりやすいですよね。しかもサンプルだから実際の料理よりもよく見せているのではと思ったら、提供された料理がサンプルそっくりでびっくり。サンプルが料理を忠実に再現していることに感動しました。ああ、食品サンプルに驚く外国人は多いからね。食品サンプル作りを体験できるスポットも外国人観光客に人気らしいし。そんな場所があるんですか？ぜひ行ってみたいです。
彼はその場で早速食品サンプル作り体験についてスマホで検索し、ネット予約をしていた。食品サンプルのことがよほど気になっていたんだろうね。そしてそんな彼が日本で一番感動したと言っていたのは、意外にもスーパーマーケットだった。日本のスーパーはどこも深夜まで営業しているから、仕事帰りや休日に夜遅くまで遊んだ後に立ち寄るのにもすごく便利です。アメリカにも24時間営業のスーパーはありますが、気軽に歩いて行ける距離にはなかったんですよね。あと僕は料理があまり得意ではないから、スーパーへ行くと簡単に食べられる冷凍食品をまとめ買いするんですが、日本のスーパーでは保冷用の氷やドライアイスをタダでもらえるんです。え、それって普通のことじゃないの？そんなことないですよ。アメリカのスーパーではクーラーボックス用の氷は売っていても、無料で氷やドライアイスをもらえることはないですから。へえ、そうなんだ。日本のスーパーはサービスが充実しているんだな。彼の話を聞いていると、自分の買い物環境がすごく恵まれていることに気づかされたよ。それから彼は弁当の種類の多さと安さにも感激していた。スーパーは弁当の種類が多いから、しょっちゅう食べても全然飽きません。しかもコンビニの弁当に比べるとかなり安い。ボリュームたっぷりのハンバーグ弁当やチキンステーキ弁当が400円台で買えるなんてすごすぎますよ。それとスーパーの中にあるベーカリーも好きですね。焼きたてのパンがびっくりするほど美味しかったです。あとはメロンパンとカレーパンに感動しました。あんなパンアメリカでは見たことがないですとも言っていた。調べてみたら、メロンパンやカレーパン、ジャムパン、クリームパンなどは日本発祥のパンなんだね。海外生まれのパンを日本人の好みに合うようにアレンジする日本人の発想力はすごいなぁと思ったよ。ビールを飲みながらジュリアンは日本のスーパーの素晴らしさをまだまだ熱く語っていた。アメリカのスーパーに比べると日本のスーパーは狭いです。だけど食品から日用品まで必要なものは十分すぎるほど揃っていますし、売り場の配置が分かりやすいんですよね。そしてレジ対応の親切さといったら、アメリカのスーパーではお客さんがベルトコンベアに載せた商品を店員さんがスキャナーで読み取り、袋詰めは基本的に自分で行います。店員さんが袋詰めをしてくれるスーパーもありますが、商品の扱いはかなり雑。それに対して日本の店員さんは常に笑顔でテキパキと働いているし、絶対に商品を投げたり乱暴に扱ったりせず、全てが丁寧なんです。商品を投げる？そんなのありえないだろ。いやいや、それがアメリカではよくあることなんですよね。それに袋詰めの場所がレジとは別に用意されているのも素晴らしいです。しかもポリ袋やセロハンテープ、ボールを転がすと指が濡れる水入りの容器など、袋詰めコーナーには便利なものがいっぱい。他のお客さんが使っているのを見て、お客さんのためにここまでしてくれるのかと驚きましたよ。ここまで日本のスーパーを褒めてくれるとは。僕はだんだん日本のスーパーのことが誇らしくなってきたよ。でも一番感動したのはやっぱり半額ですね。そう言って彼は日本のスーパーで最も感動したことについて興奮しながら話し始めた。彼はある日夕方にスーパーへ行ったそうだ。すると赤いシールが貼ってある商品は半額になっていると分かり、思わず二度見したらしい。あまりの安さに嬉しくなっちゃって、フライを2パックと刺身を買ってしまいました。あの日の夕食はすごく豪華になりましたよ。古くなった商品は廃棄処分するより
安くしてでも売り切った方が良いからな。いやいや、あのクオリティで半額は安すぎますよ。僕としては本当にありがたいのですが、日本のスーパーはクレイジー。半額は最高です。大きな声で半額を称賛しまくるジュリアン。それを見て周りの同僚は笑っていたよ。それから数日後、僕がデスクで弁当を食べていると、ジュリアンがニコニコしながら近づいてきた。見てください、昨日はこれが半額だったんです。そう言ってスマホで見せてくれたのは、半額シールが貼られたカットフルーツの写真。君は本当に半額が好きなんだな。はい、大好きです。でも半額商品を買うコツってあるんですかね。半額商品が全然ない日もあれば、半額商品だらけの日もあるんですよね。確かにそうだよな。ちょっと調べてみるか。僕はジュリアンのためにスーパーの値引きシステムについて調べてみることにした。すると分かったのは、商品によって値引き開始の時間帯が異なるということ。例えば弁当や惣菜、生鮮食品などはできるだけその日のうちに売り切る必要がある。だから閉店の 2,3 時間前には値引きシールが貼られ始めるらしい。つまり22時閉店のスーパーなら19から21時頃が狙い目ってわけさ。あとは生鮮食品の場合、前日の売れ残りをできるだけ早く売り切るために、開店直後に値引きシールが貼られることもあるそうだ。それから夕方以降から閉店の時間帯でも、最初は 20% 引きや 30% 引きのシールを貼り、そこから1時間くらいすると半額シールを重ね貼りして売り切れるようにしている店もあるらしい。あとパンやチルドスイーツ、牛乳といった加工品にも値引きシールは貼られる。こういう食品の場合は閉店前に値引きシールを貼り、もし売り切れなかった場合は翌朝にさらに値引きをするそうだ。ただ24時間営業のスーパーだと、値引きシールが貼られる時間帯は店によってかなり違うとのこと。繁華街にあるスーパーなんかは深夜になっても値引きシールが貼られないこともあるし、駅の近くのスーパーなら終電間際が狙い目みたいだね。これらのことを教えてあげたら、ジュリアンは大興奮。参考になりますと言ってスマホでメモまで取っていた。だけど値引き商品を買うときは買いすぎに注意しろよ。安いからついついたくさん買いたくなるけれど、買いすぎて残ってしまったらもったいないからな。そうですね。ある程度何を買うのかを決めておいて、余計な商品にまで手を出さないようにします。あとこの時間帯だから値引きされているだろうって感じで値引き目当てで行くと、欲しい商品に値引きシールが貼られていなかったり、お目当ての商品がすでに売り切れだったりすることもあるぞ。あー、それはたまにあります。この前も夕方に行ったら、食べたかったお寿司が値引き前でちょっとがっかりしました。前日は同じ寿司を半額で買うことができたのに。ん？2日連続で寿司を食べようとしていたってことか？はい、僕お寿司が大好きなんです。そんなに寿司が好きなら、今度僕のおすすめの寿司屋に一緒に行かないか？スーパーの寿司も美味しいけれど、ちゃんとした店で食べる寿司はもっと美味しいぞ。そう提案すると彼は、ぜひ行きたいです、よろしくお願いしますと大喜びしていた。それと天気によって値引きになることもあって、例えば雨の日は雨の日セールをやっているスーパーが多いみたいだ。もともと雨の日には値引きをするっていう店もあれば、急な豪雨に合わせて値引きをする店もあるらしいぞ。じゃあ今日は雨が降っているから、帰りにスーパーに寄ったら何か安くなっているかもしれないですね。なんだか
これからは雨の日が楽しみになりそうです。ザーザーと降り続ける雨を眺めながら、ジュリアンはウキウキとしていた。だが彼はまだそれ以上に重要な情報を知らない。それは職場の売店でも閉店間際は弁当が半額になるということだ。彼はまだ残業をしたことがないので気づいていないが、そのうち気づくだろうからあえて教えないでおこうと思う。だって自分で気づいた方がびっくりするだろうし、喜びも大きいだろう。売店の半額シールを目にした彼の様子を思い浮かべると、今からにやけてしまうよ。海外の反応、日本の食材が半額になるなんて、他の国でやったら争奪戦になるぞ。日本のスーパーの食材は新鮮なだけじゃなくて、種類もかなり豊富なところが気に入っているわ。それとスーパーのポイントシステムは便利よね。私がいつも行くスーパーでは、100円の買い物ごとに1ポイント貯まって、500ポイントが貯まると次回の買い物時に500円引きになるの。数ヶ月おきに500円の値引きを受けられるのは嬉しいわ。日本のドラマで半額のお弁当を取り合うシーンを見たことがある。僕もお弁当争奪バトルに参加してみたくなったよ。アメリカだと自分で袋詰めをすることもあれば、お店の人がやってくれることもあるのだけれど、人によってはめちゃくちゃに詰めたりするから、自分でゆっくりと袋詰めできる日本のスーパーはありがたい。それとテープや輪ゴム、ポリ袋などが置かれている袋詰め用のテーブルは最高に便利だよ。日本の生活が恋しいよ。スーパーの惣菜は美味しかったし、閉店間際になると値引きされるから、とんかつや魚のフライをよく買っていたな。まとめ、外国人が日本のスーパーに驚くことは他にもいろいろあります。その一つが、一人暮らしや少人数の家族に嬉しい少量販売。小さなパックの肉や半分にカットされた野菜、簡単に調理できるミールキットなどは、食材を無駄なく使い切れるので、単身赴任中や留学中の外国人にとってはありがたいようです。また、寿司や天ぷら、ラーメンといった人気の日本食を安く買えるのもスーパーの魅力。いろいろな日本食を試してみたい外国人にとっては、日本のスーパーはまさに夢のようなスポットなのです。スーパーは日本人のごく普通の生活を体験できる場所。訪日外国人観光客の皆さんには、スーパーでの買い物を通して、観光地やイベントでは味わえないディープな日本らしさも体験していただきたいですね。近年、日本の食は世界から愛されていると言えるでしょう。日本産は安全、安心、高級、高品質として海外で高い評価を受け、注目されているのだとか。日本製の飲食料品はそんな好イメージに加え、独自の味わいや他ではやらない細やかな工夫を武器として、海外市場でも十分な競争力を獲得しているとされています。こういった現状は、日本人の顧客のことを真摯に考え、できる限りベストな提案をしようという手間を惜しまない気配りの姿勢が生み出したとされており、その強みは国産業全体に当てはまるのだそう。人間は食品を様々な基準で美味しいと判断しますが、中でも重要な判断基準が、味、風味や食感、テクスチャー、温度だと言われています。味には味覚神経で感じる甘味、酸味、塩味、苦味、旨味の5つの基本味があり、これらの味に香りが密接に結びついて形成されます。そして味と香りに加え、コクや食感、色、形状、音、温度など、いろいろな要素から
美味しさを五感全体で感じているのです。美味しくて高品質な商品を作るため、日本の各食品メーカーは日々様々な努力を重ねているのだろうと推測できますよね。それでは、海外から日本へやってきた外国人が実際に口にして驚く日本製の飲食料品とは、具体的にどのようなものが挙げられるのでしょう。今回は、大学で様々な国から来た留学生と交流しているというある日本人女性のエピソードを紹介いたします。留学生たちが絶賛する日本の飲み物があるそうですから、早速詳しい内容を見てみましょう。外国人留学生が日本の牛乳に衝撃。私の名前は千春です。大学生です。私が通っている大学には多くの留学生が在籍しており、留学生と気軽にコミュニケーションが取れる国際交流イベントや国際交流を盛んに行っているサークルなどがあります。私は日本の四季折々の美しい自然や地域に根ざした伝統文化などが好きで、これらのことを国境を越えた多くの人々に伝えたい。同時に留学生に母国の食文化や習慣などを聞いて世界のさまざまなことを知りたいとずっと思ってきました。だから大学に入ってから国際系のイベントには積極的に参加してきたんです。その甲斐あって今ではいろいろな国から来た留学生とお友達になることができました。ラウンジで一緒に昼食をとったり、授業の空き時間に日本語を勉強する子たちにわからないところを教えてあげたり、逆に英語ネイティブがする英語表現などを教えてもらったりと、日々異文化交流を楽しんでいます。日本語を教えていると、自分の母語である日本語の難しさや複雑さを再認識することがあります。例えば英語圏から来た多くの留学生は日本の数量詞の使い方や数による単位の変化に苦労していて、他にも普通の会話で主語や目的語が頻繁に省略されていることなどに最初は驚いていたようでした。ラウンジの自販機の前で交わされている、何飲む？いや、金欠だから。マジか、といった日本人からすれば自然な会話も、瞬間的に意味を理解するためにはかなりの日本語力が必要なのだということに、私は改めて気づかされました。お金がないのは B であり、私は金欠だから飲み物を買うのは我慢するということをほのめかしている会話ですが、この日本特有のはっきり言語化しないハイコンテクスト文化に英語圏の人は戸惑ってしまうんですね。留学生と話していて日本と海外の違いに驚いたことは他にもあります。ラウンジで中国人と韓国人の友達と3人で話していた時のことなんですが、2人が日本の牛乳が美味しいと絶賛していたんです。韓国人の友達が、初めて日本の牛乳を飲んだ時は本当に驚いた。香ばしくて味が濃くてすごく美味しいよね。韓国で一番売れている牛乳はソウル牛乳というやつで、学校の給食にもいつも出てきてたし、子供の頃からずっとソウル牛乳を飲まされてきた。でも日本の牛乳はあれとは全然違う。一度日本の牛乳を知ってしまったら、韓国の水みたいに薄くてまずい牛乳にはもう戻れないよ。しかも日本の牛乳は美味しいのに値段が安い。日本だったらスーパーで 1000ml の牛乳が1本200円とか250円くらいで買えるでしょ。もちろんもっと高価な牛乳もあるかもしれないけど、一般的な普通の牛乳だったらそのくらいだよね。だけど韓国だと味が薄くて美味しくない牛乳が日本円でだいたい1本350円くらいする。あ、でもね、韓国の普通の牛乳はまずくて嫌いだけど、バナナ牛乳は美味しいからおすすめだよ。高いけど韓国人みんな好きだから日本人も気に入ると思う、といった話をすると、中国人の友達がすかさずそれに同意して、わかる、
日本の牛乳は美味しいよね。韓国では日本円で1本350円。中国なんて1000ミリリットルだったら1本400円くらいするよ。高いのに美味しくないの。だから中国では牛乳より豆乳を飲むことの方が多いかな。豆乳はファーストフード店にも売っていて、中国人にとって日常的に飲まれている飲み物だから。だけど日本に来てからすっかり牛乳にハマっちゃった。日本にはいろいろなメーカーが販売している牛乳があって、だけどその中からどの牛乳を選んでも美味しいでしょ。市場での牛乳の品質がどれも安定していて、それは本当にすごいことだと思う。中国でも最近ではそんなにまずくない牛乳が買えるようにはなってきていると思うけど、それでも日本の牛乳と比べちゃったら全然ダメ。中国には常温で何ヶ月も保存しておけるタイプの牛乳もあって、そっちの方が一般的かもしれない。でもそれに関しては冷蔵の牛乳よりさらに美味しくないから、もし日本人が中国の牛乳を飲んだらまずくてとても飲めませんって絶対言うよ。私はこのような2人の話を聞いてとても驚きました。牛乳は子供の頃から当たり前のように飲んできましたが、海外の牛乳と日本の牛乳は違うのかということについて考えたことは一度もなかったんです。とても気になったので、私は後日アメリカ人の友達にも牛乳について質問してみました。アメリカのスーパーで売っている牛乳ってすごく大きいイメージがあるんだけど、やっぱりアメリカ人は牛乳をたくさん飲むの？日本の牛乳とアメリカの牛乳は何か違いがあったりするのかな？この前中国人と韓国人の友達と話していたら、二人とも日本の牛乳は自分の国の牛乳とは味が違うって言っていたの。だからアメリカの牛乳とも違うところがあるのかどうか気になったんだと話してみると、その友達はパッと笑顔になって、日本の牛乳は美味しいと言った後にこう教えてくれました。確かに日本人から見たらアメリカの牛乳はめちゃめちゃ大きく感じるでしょ。小さい牛乳ももちろん売ってるけど、買う人は1ガロン3.785 リットルのやつを選ぶことが多いよ。子供の頃はよく朝食でシリアルに牛乳をかけて食べてたな。だけど私は今はもうアメリカの牛乳を飲むことはないの。嫌いではないんだけど、朝食にはシリアルじゃなくてプロテインの多いものを選ぶのが流行っているし、飲むならアーモンドミルクとかの方がなんとなく体に良さそうな気がするんだ。私だけじゃなくて、今のアメリカで牛乳を飲む人は減ってきていると思う。特に私くらいの年代の人はわざわざ普通の牛乳を買って飲むことなんてほとんどないんじゃないかな。みんな健康志向なの。だからヘルシーで健康的な日本食がアメリカでとても流行っているんだよ。コーヒーショップなんかでも牛乳の代わりにオーツミルク、麦ミルクの一種とかを使ったカフェラテが売られていて、そっちの方が人気があるの。でも日本に来てコンビニに売っている牛乳を飲んでみてびっくりした。あんなに美味しいなら毎日飲みたいよ。あの味は確実にたくさんの飲み物の中からあえて牛乳を選ぶメリットになる。前に日本人の友達が牧場に連れて行ってくれて、そこで販売している瓶に入った牛乳を飲んだこともあるんだけど、その牛乳はコンビニやスーパーで売っている牛乳よりさらに濃厚で美味しくて感動したな。なんでなんだろう。日本では牛乳をどうやって作っているのか不思議。中国人と韓国人の留学生だって日本の牛乳の方が美味しいって言っていたんじゃない？それにも納得しちゃう。中国と韓国は旅行で行ったことがあるけど、牛乳はアメリカのものと比べてもいまいちだって思ったよ。個人的には私が今まで飲んだことのある牛乳の中では日本のものが断然美味しいな。私はこんな話を友達とするまで
日本の牛乳がそこまでいろいろな国の人たちから高い評価を受けているなんて知らずに過ごしていたんです。そんなに味に違いがあるということは、日本の牛乳は何か特別なことをしているということなのでしょうか。子供の頃、学校などで牛乳は体に良いと教わりましたが、実際牛乳にはカルシウムをはじめ、タンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミン類といった私たちの体になくてはならない栄養素を含んでいるようです。特に牛乳のカルシウムとタンパク質は体に吸収されやすいのだそう。日本国内で本格的に乳牛が海外から導入され、乳製品が日本人に親しまれ始めたのは明治時代からだと言われています。その後、酪農事業は生産量や品質を向上させていき、戦前日本の大きな産業となりました。戦後1951年に乳及び乳製品の成分規格等に関する省令が公布され、牛乳類に関する様々なルールが決められると、1954年には学校給食法で牛乳を提供することが規則となり、それからは日本で大半の人が牛乳を飲むようになったようです。ですが、実は国内で最初に牛乳が利用されたのは古墳後期時代だと考えられているそうですよ。日本の牛乳の歴史は思いのほか奥が深そうで興味深いですが、長くなってしまうので今回は割愛しましょう。調べてみると、現代の日本では生乳 100% で乳脂肪分が 3.0% 以上含まれているものを牛乳と呼んでいます。日本の牛乳は脂肪分がだいたい 3.5 から 3.7% のものが多いよう。なぜ 3.5 から 3.7% かというと、これは農協などの集荷団体が 3.5% を買取基準値として定めたからだと言われています。それ以下だと逆に買取価格が安くなるため、酪農家が飼育方法などを研究し努力しているというわけなんですね。乳牛は暑さに弱い動物のため、生乳生産は冬から春に多く、夏には減少してしまいます。乳脂肪分などの乳成分も夏には低下するそうなので、もしかしたら冬の方が濃くて美味しい牛乳を楽しめるということなのでしょうか。私は夏と冬で味の違いに気づいたことは今まで一度もありませんが、牛乳とはそんなに繊細な飲み物だったのかと驚きました。ちなみにアメリカの一般的な牛乳は脂肪分 3.25% 以上が基準になっていますが、日本のものよりも脂肪分が低く薄いのだそうです。生鮮食品のため日本の牛乳は基本的に生乳、パッケージもすべて日本産。日本の乳牛の 99% がオランダ、ドイツ原産の白黒模様のホルスタイン種になっており、その他にイギリス海峡ジャージー島原産の薄く茶色いジャージー種、スイス原産のブラウンスイス種などがいます。国内の各産地から集められた生乳は、まず乳脂肪球の大きさを細かい粒子にするため、ホモジナイザー、均質機という機械にかけられます。生乳に強い圧力をかけ、乳脂肪球を直径2マイクロメートル以下の細かい粒子にすることをホモジナイズ、均質化というそう。均質化された牛乳は脂肪球が分散しているので、飲み始めから飲み終わりまで均一な味わいになり、消化吸収も良くなるのだとか。そして次に殺菌処理が施され、パッケージ化されて出荷検査を経てスーパーやコンビニに運ばれるというのが主な工程になります。日本には様々な牛乳メーカーがあり、どのメーカーも高いクオリティを誇っていますが、メーカーによって少しだけ味の差を分けるのは殺菌温度だと言われています。日本では超高温瞬間殺菌 UHT という
120から130度 C で2から3秒間加熱殺菌する方法が主流で、市販されている牛乳の9割以上がこの殺菌方法で処理されているとのこと。ただ数は少ないのですが、日本には低温殺菌の牛乳もあり、こちらは一般的には生乳を保持式で63から65度 C で30分間加熱殺菌する低温保持殺菌 LTLT の牛乳のことを指しているようです。低温殺菌の牛乳は生乳本来の味に近くなると言われていて、日持ちが短めな反面、熱によるタンパク質の変性が少ないため、さらっとした味わいになるそうですよ。牛乳は殺菌温度と殺菌時間を容器に表示するよう義務付けられているそうで、家にある牛乳をチェックしてみたら本当に表示されていました。これからいろいろな牛乳のパッケージ表示をチェックするのが癖になってしまいそうです。牛乳の味を左右するのは原料となる生乳の品質や成分、そして加熱殺菌の方法などが挙げられそうですが、メーカーによっては高い品質を守るためにパッケージにまでこだわっているところもあるようです。例えば森永の美味しい牛乳は、牛乳が光の影響を受けにくい色の研究を重ねた結果、濃いブルーが遮光性に優れていることが分かり、濃紺のパッケージを採用したとしています。明治の美味しい牛乳は、開封するまで直接空気と触れない満量充填で、香りを開封まで閉じ込める工夫をしているほか、パッケージに使う紙を厚く遮光性を高めて光劣化を防ぐようにしているとのこと。アメリカ人の友達が牧場で飲んだ牛乳が濃厚で美味しかったと言っていましたが、違いは牧場で飲む牛乳は菌室器を通していないというところでしょう。こうしたホモジナイズされていない牛乳はノンホモ牛乳と呼ばれていて、大きな脂肪球が浮いてとろりとしたクリーム層を上部に作り出すため、最初にこのクリーム層が口に入り濃厚だと感じるんですね。私は味はもちろん、牛乳をグラスに注ぐ音、光沢感のある乳白色、滑らかな質感が大好きです。酪農家の方たちやメーカーの努力によって、いつでも高品質な牛乳を飲むことができるということを知り、自分がいかに恵まれた環境で暮らしているのかを改めて感じました。今回私は外国人の友達から、自分の知らなかった新しい日本の良いところを教えてもらいましたが、海外の魅力ももっとたくさん教えてもらいたい。これからもいろいろな国の友達とお互いの国について話しながら交流を深めていきたいと思っています。エピソードは以上のような内容になっていました。日本の牛乳の美味しさに驚く外国人は多いようで、関連投稿には海外の人々から様々なコメントが寄せられていますから、そちらもいくつか紹介いたしましょう。海外の反応。自分は本当は牛乳なんて絶対飲まない人間なんだけど、でも日本に行った時は日常的に牛乳パックを買ってる。日本の牛乳は本当に美味しいよ。私はフランス人だけど、フランスの牛乳より日本の方が断然美味しかった。中国や韓国の牛乳もアジア旅行に行った時飲んだけど、正直あまり美味しくなかったわ。日本と比べるのは無理がある。私も日本の牛乳は世界一の美味しさだと思います。僕の国にももちろんたくさんの種類の普通の牛乳があるけど、日本の新鮮な牛乳ほどは美味しくないんだ。日本と同じような価格であのレベルの牛乳を買うことはできない。合わせて日本のヨーグルトメーカーもかなりおすすめだぞ。まとめ。エピソードでも言われている通り、牛乳の味は加熱殺菌の方法によっても大きく変わると言われています。加熱殺菌によって生じる風味成分を
加熱臭といい、加熱時間が長いほど、また温度が高いほど強くなる傾向があるのだそう。ただ加熱臭は時間が経つにつれて弱くなるほか、もちろん個人の好みによって味の評価が異なるものです。海外の牛乳は超高温瞬間殺菌の場合、殺菌温度にそれほどの違いはなくても時間は 1,2 秒ほど長いことがあるそうですが、その牛乳がまずいとは一概には言えないでしょう。それでも日本の牛乳の方が美味しいと絶賛してくれている海外の人々は、加熱時間や脂肪量の差などその微妙な違いに気がついているということなんですね。カルシウムが不足しがちな現代人、牛乳を飲んでしっかり摂取していきたいところですが、牛乳が苦手な方にはヨーグルトなどもおすすめです。バランスの良い食事をとるため、牛乳や乳製品もぜひメニューに加えてみてくださいね。農林水産省のデータによると、農林水産物食品の輸出額は2021年に初めて1兆円を突破。その大きな要因は加工食品の輸出拡大であり、同年の加工食品の輸出額は前年比 22.8% 増の4595億円となりました。農林水産物食品の輸出額を2025年に2兆円、2030年に5兆円へ拡大することを目標にしている日本にとって、目標達成のために重要な分野とされているのが加工食品。その中でも日本の調味料は世界的に認知度、需要が高まっており、安定的に輸出量が増えています。今回ご紹介するのは、日本に留学したアメリカ人大学生がある日本の調味料の美味しさに衝撃を受けたエピソード。実はその調味料は近年、世界の名だたるシェフからも注目されているというのです。それでは早速ご覧ください。世界のシェフたちが驚く日本の調味料。僕の名前はクレム。シカゴの大学に通う22歳のアメリカ人だ。突然だけど、みんなは普段ネットショッピングのアマゾンを利用しているかい？僕は週に 2,3 回はアマゾンを使うほどのヘビーユーザー。本やゲームから洋服、日用雑貨、食料品までお店わざわざ行かなくても、大抵のものはアマゾンで手に入るから、忙しい大学生にとってはなくてはならない存在だよね。そんな僕には最近、アマゾンで頻繁に買っている調味料があるんだけれど、それは何だと思う？答えは、日本のキューピーマヨネーズ。そう、あの最もエキサイティングでオールマイティな調味料だ。キューピーマヨネーズをアマゾンで簡単に入手できると知ったとき、僕は飛び上がって喜んだ。それくらい僕は日本のマヨネーズの魅力にどっぷりとハマってしまったのさ。だけど僕も日本へ行くまではキューピーマヨネーズのことなんて一切知らなかった。だってアメリカでもマヨネーズは売っているけれど、僕も家族もそこまでマヨネーズが好きではなかったからね。僕がキューピーマヨネーズの魅力を知ったのは昨年日本へ留学した時のこと。僕は東京にある私立大学で日本の文化や風俗について勉強していたんだけれど、日本での生活にもようやく慣れてきた頃にある事件が起きたんだ。なあクレム、今日の夜タカシの家で飲むことになったんだけど、もし暇なら君も一緒にどうかな？午後の授業が終わると友人のツトムが僕に声をかけてきた。ツトムとタカシは特に仲のいい友人で、飲みに行ったりショッピングに出かけたりすることも多い。その日の夜は暇だったから、僕はもちろん行くよと即答した。それから3人でスーパーマーケットに立ち寄り、ビールやチューハイ、お惣菜、スナック菓子などを購入。タカシの家に着くと買い込んだものをテーブルの上に広げ、早速乾杯をした。くだらない話をしたりテレビを見たりしながら、好きなものを適当につまんでワイワイとやっていた僕たち。するとツトムがタカシに、マヨネーズはある？って聞いたんだ。
その時僕たちが買ってきたおつまみは鶏の唐揚げや焼きそばなどのお惣菜がメインで、あとはポテトチップスやミックスナッツといったスナック類。彼は一体何にマヨネーズをかけるつもりなんだろうと僕は不思議に思った。当然だろ、他の調味料はともかくマヨネーズは切らせないよ。そう言って冷蔵庫からマヨネーズを持ってきたタカシはツトムにそれを手渡した。そして受け取ったツトムは皿にマヨネーズをビュッと出し、それに唐揚げや焼きそばをつけて食べ出したんだ。人の味覚ってそれぞれなんだな。マヨネーズがあまり好きではなかった僕は半ば呆れながらその様子を眺めていた。すると今度は僕にも貸してくれと言って、タカシまで自分の皿にマヨネーズを出し、なんとポテトチップスをディップして食べ始めたんだ。さすがにこの光景にはびっくり。せっかくの美味しい唐揚げやポテトチップスにどうしてマヨネーズなんかをつけるんだ？味がめちゃくちゃになってしまうじゃないかと聞いてみた。そしたら二人ともキョトンとしちゃってね。唐揚げには普通マヨネーズじゃないのか？騙されたと思って一度マヨネーズをつけてみなよって言うんだ。いや、正直言ってものすごく抵抗があるんだが。大丈夫だよ、絶対に美味しいから。ほら早く。顔を引きつらせる僕に真顔でマヨネーズを勧める二人。仕方がないので僕は短めのフライドポテトを一本つまみ、その先にマヨネーズをちょっとだけつけて食べてみた。あれ、美味しい。すぐには状況を飲み込めず、僕はフライドポテトをもう一本つまみ、先ほどよりも多めにマヨネーズをつけて食べた。なんだこれ、マヨネーズってこんなに美味しいのか？だから言ったじゃないか。驚きまくる僕を見て二人はケラケラと笑っていた。いや、まさかマヨネーズがこんな味だなんて全く想像していなかったんだよ。これは何というブランドのマヨネーズなんだ？キユーピーだよ。日本のスーパーマーケットには必ずと言ってよいほど置いてある定番のマヨネーズさ。キユーピー、アメリカでは見かけないブランドだな。酸味があってまろやかで、それでいてパンチもある。これは絶対にフライドポテトに合うソースだと確信したよ。そもそもアメリカではフライドポテトにケチャップをつけて食べるのが主流。その理由はポテトの塩味にケチャップの酸味をプラスするためなんだ。だけどこのキユーピーマヨネーズにはケチャップ以上の爽やかな酸味がある。だからポテトとの相性が抜群なんだね。ところでアメリカ人にとってケチャップがどのような存在の調味料なのか、みんなは知っているかな？アメリカではどこの家庭やお店でもケチャップを常備。アメリカ人が1年間に取るトマトプロダクト、ケチャップやピザソース、ピューレといったトマトベースの調味料は 32kg にもなるらしい。まあ世界広しといえど、ここまで日常的にケチャップを摂取している国は他にないだろうね。エレメンタリースクール、小学校のカフェテリアでは多くのメニューにケチャップが使われているし、フライドポテトに限らず揚げ物系にはケチャップをつけるのが当たり前。皿や容器にドバッとケチャップを出し、揚げ物を泳がせるように浸してから口に運ぶのがアメリカンスタイルなのさ。一方でマヨネーズはというと、多くの家庭に瓶詰めのマヨネーズが置いてあるけれど、ケチャップと比べると消費量はぐんと少ない。僕が昔、マヨネーズって何に使うの？と母親に聞いた時には、ハロウィンの時に作るデビルドエッグ、ゆで卵の黄身にマヨネーズなどを加え白身の器に盛り付けた料理くらいしか使い道がないと言っていたくらいだからね。そんな風に用途が限られている理由は、日本のマヨネーズとは全然味が違うから。アメリカのマヨネーズは日本のマヨネーズみたいに酸味が強くないから、さっぱりとした感じがしなくてね、もっともやもやとしていてオイリーな感じなんだ。だからフライドポテトやチキンナゲットをディップすると余計に油っぽくなってしまうのさ。それから香りも全然違う。日本のマヨネーズはビネガー、酢のツンとした香りが特徴だろ。
だけどアメリカのマヨネーズはもっとドレッシングっぽい匂いがするんだ。そのためマヨネーズを単体で使うことはほとんどなく、僕の家族や友人に限って言えばマヨネーズはあくまで追加の調味料、ケチャップやバーベキューソースにトッピングする形でマヨネーズを使うわけで、マヨネーズを単体で使う人は正直見たことがないんだよね。一方で日本のマヨネーズは基本的な材料は油と卵であるはずなのに、揚げ物にディップしてもしつこさがない。むしろさっぱり感が強いせいか、揚げ物の余分な油分を中和してくれるような感じさえしたよ。いやー、これは美味しいな。僕は二人の真似をしてフライドポテトだけではなく唐揚げにもマヨネーズをディップしてみた。おいおい、これは反則だろ。唐揚げにレモンをかけると美味しいのは知っていたけれど、マヨネーズはそれ以上にマッチ。マヨネーズの清涼感が油を中和して肉本来の旨味を引き出している感じがした。日本のマヨネーズがここまで優秀だとは思わなかったよ。僕が感激していると、二人はそれがよほど面白かったのか、次々におすすめの組み合わせを教えてくれた。ポテトチップスやトルティーヤチップスなどのスナックとマヨネーズの組み合わせは鉄板。それからイカの燻製に七味唐辛子を混ぜたマヨネーズをつけるのもちょっとスパイシーでなかなか美味しかった。その後、日本ではマヨネーズが好きな人のことをマヨラーと呼ぶって話で盛り上がってね。なんとツトムとタカシは根っからのマヨラーだったんだ。ほかほかの白いご飯にマヨネーズをかけるだけでごちそうになる。僕は肉じゃがやかぼちゃの煮付けにもマヨネーズをかけるんだ。油の代わりにマヨネーズでチャーハンを作るとご飯がパラパラになって美味しいんだぜ。僕は一時期いつでもマヨネーズをかけられるようにマヨネーズのミニボトルを持ち歩いていたよ。そんな彼らのマヨラー自慢はとても面白く、僕もぜひ真似してみようと思ったよ。そして教わったレシピを片っ端から試してみると、どれも本当に美味しくて、日本のマヨネーズは世界に誇れる最強の調味料だと僕は確信したね。だから留学を終えてアメリカへ戻るときにマヨネーズを機内に持ち込めないと分かってどれだけ落胆したことか。マヨネーズのために留学をあと1年延長したいと本気で思ってしまったよ。ところが帰国後、こっちのアマゾンでもキューピーマヨネーズを購入できることが分かってね。近くに大型の日本食スーパーがない地域に住む人間にとってはアマゾンの存在は本当にありがたいなって実感したというわけさ。今では僕の家族もすっかりキューピーマヨネーズのファンに。揚げ物やサラダ、サンドイッチなど様々な料理でマヨネーズを楽しんでいるよ。ちなみに日本のマヨネーズは近年世界中で人気になっているらしくてね。アメリカの有名な月刊料理雑誌であるフード&ワインはキューピーマヨネーズが世界中のシェフを魅了しているという記事を掲載していた。それによると、一般的にシェフは自分でマヨネーズを作るが、実はほぼ全てのシェフがキューピーマヨネーズを秘密兵器として隠し持っているんだそう。例えばアメリカの著名な料理人のステファニー・アイザード氏でさえも、受賞歴のあるレストランで悪びれることなく料理にキューピーマヨネーズを使っているんだってさ。キューピーマヨネーズが海外のシェフを魅了する理由は原材料がシンプルだから。またボトル型であるため開封後も冷蔵庫で長期保存が可能な点や、旨味成分の MSG グルタミン酸ナトリウムが含まれている点も評価されているみたいだね。もしもキューピーマヨネーズを試したことのない人がいたら、ぜひ一度自分の好きなメニューにディップしてみてほしい。きっと一口食べるだけでその魅力がわかるはずだから。海外の反応。僕もマヨネーズはいつもアマゾンで日本製を買っているよ。近所のスーパーで試しに買ったアメリカ製は全然ダメ。日本製と比べるとあまりにもまずくて、一口食べただけで捨てちゃったよ。私にとって日本のマヨネーズは世界で唯一の正真正銘のマヨネーズ。
今ではほとんどのウォルマートが日本製のキューピーマヨネーズを取り扱っているのよ。グリルしたサーモンにキューピーマヨネーズ、初めて食べた時には今までの概念が覆されたよ。今となってはこの組み合わせは僕の人生そのものだ。僕がやっているレストランでは、時間に余裕がある時はキューピーマヨネーズに似たものを作って、時間がない時には市販のマヨネーズを使っているよ。僕たちシェフがキューピーマヨネーズを愛用する理由？それはシンプルに美味しいからだよ。一度使ってしまったらもう後戻りはできない。キューピーでマヨネーズの美味しさに目覚めたという人もいるくらいだしね。まとめ。キューピーは現在、日本以外に中国、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピン、シンガポール、アメリカ、ポーランド、オランダに拠点を持ち、販売活動を展開。海外製造拠点や日本からの輸出により、62の国と地域でキューピーマヨネーズを販売しています。海外で製造されているキューピーマヨネーズも、日本と同じ卵黄タイプ、世界で主流の全卵タイプに比べ、コクのある味とクリーミーな食感が特徴となっています。また同社では、現地の食文化に合わせたマヨネーズも製造販売。例えば中国では砂糖を加えたスイートマヨネーズ、マレーシアでは国民的な調味料であるチリソースとマヨネーズを合わせたチリマヨが人気となっています。このようにして日本のマヨネーズの美味しさが世界中の人たちに届けられているのは、日本人としてとても嬉しく思いますね。日本を代表する食文化の一つであり、季節との関係が密接な和菓子。春は桜餅やよもぎ餅、夏は水羊羹、秋は栗きんとんなど、旬の素材を使った季節感のある見た目の和菓子は、四季の移ろいを感じさせてくれますよね。今回ご紹介するのは、日本に住むフランス人が、ゲテモノだと思って敬遠していたある和菓子の美味しさに衝撃を受けたエピソード。日本人にとっては馴染み深く、冬から春にかけて食べることの多いその和菓子とは一体何だったのでしょうか。早速見てみましょう。フランス人が日本でしか見られない食べ物に驚愕。私の名前はアルベルテ。日本に住む30代のフランス人よ。今日みんなに話したいのは、日本で食べたユニークなスイーツのこと。そのスイーツは、見た目はゲテモノって感じなのに、食べてみたらびっくりするほど美味しかったのよね。私がそれを初めて見たのは、まだフランスに住んでいた頃。ある日曜日、私はコーヒーを飲みながら、なんとなくテレビで旅番組を見ていたの。その日の旅先は日本。リポーターはお店が立ち並ぶ商店街という場所でロケをしていた。商店街にはお客さんがいっぱい。まるでパリのマルシェのようなにぎやかさだったわ。しばらく商店街をブラブラしてから豆腐屋に入っていったリポーター。私は豆腐という名前自体は聞いたことがあったけれど、どんな食べ物なのかよく知らなかった。水を張った水槽に浮かんでいたのは、白くて四角いチーズみたいなもの。整然と並べられた様子は、いかにも日本らしいと思ったわ。不安そうな顔をしながら豆腐を口に運ぶリポーター。その瞬間、彼女は顔をしかめ、全然味がしないわ。日本人はこんなものを食べているのね、と言っていた。次に彼女が食べたのは、梅という果実を塩漬けにした梅干しというもの。しわしわで、あまり食欲をそそる見た目じゃないわね。でも、チャレンジしてみるわ。恐る恐る、梅干しを口に入れるリポーター。酸っぱい。
彼女はキュッと口をすぼめて、あまりの酸っぱさにのけぞった。こんなに酸っぱいものは食べられないわ。日本人の味覚はどうなっているの？うわー、まずそう。彼女のリアクションを見て、私の日本食に対するイメージはどんどんネガティブなものに。当時の私は日本食を食べたことがなかったけれど、この先も絶対に日本食は食べたくないと思ったわ。そして最後にリポーターが紹介したのは、いちご大福という食べ物。粉がついた白い生地に何かが包まれているようで、黒っぽいものが透けて見えた。何これ、なんだか気持ち悪いわね。とてもじゃないけど食べ物には見えないわ。私はすっかり食欲をなくしてしまい、リポーターがそれを食べるのを見届けることなくテレビを消してしまった。それから数日後、突然上司に呼び出された私は海外赴任を打診された。君の実力は会社も十分に認めている。その力をぜひ他の国でも発揮してもらえないだろうか。もちろんです。これまで以上に頑張ります。私はもともと海外で働くことも興味を持っていたし、これはキャリアアップの大きなチャンス、そう思って海外赴任を喜んで引き受けた。ところが赴任先を聞いて私の気持ちは一変。ヨーロッパのどこかだろうと思い込んでいた赴任先はまさかの日本だったの。日本のことはほとんど知らないし、日本語だって話せない。それにこの前テレビで見た日本食はすごくまずそうだったわ。食の都と言われるパリからゲテモノだらけの国へ行くことを想像して、私は言いようのない不安に襲われた。でも仕事の面を考えれば、日本で働くことで得られるものはきっと多いはず。そう思って私は戸惑いながらも日本行きの話を受けることにした。それからの私は日本語を猛勉強。日本へ行く直前には日常会話レベルの簡単な日本語なら話せるようになっていた。そしていよいよ日本へ。引っ越し当日、新居での作業を一通り済ませた私が向かったのはアパートの近くにある庶民的なビストロだった。その店は口コミサイトでも高評価。本格的なフランス料理をリーズナブルに食べられると評判だったので、ぜひ行ってみたいと思っていたのよね。店内の雰囲気はフランスそのもの。店員はもちろん日本人だったけれど、すごく丁寧な接客で好印象だった。私が注文したのはサーモンとアボカドのタルティーヌ、ラタトゥイユ、鶏肉のフリカッセ、白ワイン。どの料理もパリの人気店で食べるものと同じくらい美味しくて大満足だった。フランス料理はいつだって私に元気をくれる。辛いことがあった時にはこの店に来て元気をもらおうと思ったわ。翌々日は日本での初出社の日。お気に入りのジャケットを着て気持ちを奮い立たせ、私は職場へと向かった。はじめまして、今日からよろしくお願いします。少し緊張しながら日本語で挨拶をすると、日本人の同僚たちは笑顔で歓迎してくれた。その後も仕事の進め方や職場の習慣について丁寧に教えてくれた同僚たち。私が困っていればすぐに手を差し伸べてくれたし、質問をすると丁寧に答えてくれた。この職場なら自分の力を発揮して仕事に打ち込めそうね。職場の居心地の良さに私は胸をなで下ろした。午前の就業時間はあっという間に過ぎ、気がつけばランチの時間に。
私がランチをどうしようか考えていると、同僚の一人が、もしよかったら一緒に外へ食べに行かない?と誘ってくれた。でもね、正直なところ、私は不安だったの。あの時はまだ日本食に対する抵抗感が強くて、日本に着いてから一度も日本食を口にしていなかったから。わざわざ誘ってくれた同僚のことを思うと心苦しかったけれど、結局ランチの誘いは断ることに。私はオフィスの向かいにあるコンビニへ行き、食べられそうなものを探した。あ、これなら大丈夫かも。私が購入したのはハムとレタスとチーズが食パンに挟まれたサンドイッチ。フランスで主流のバゲットサンドに比べると若干の物足りなさはあったものの、味はそれなりに美味しかったし、昼休みを一人で過ごしてリラックスすることができたわ。同僚たちがランチから戻ってくると、オフィスは再び賑やかに。私がスマホを見ながら残りの休み時間を過ごしていると、隣の席の同僚が小さな紙袋を差し出してきた。これ、よかったら食べて。ランチのついでに買ってきたの。わあ、ありがとうございます。私は紙袋を受け取ると、ワクワクしながら中を覗いてみた。ところが、これって、もしかして。白い生地に包まれた黒っぽい物体。それはフランスのテレビで見たいちご大福だったの。ここのいちご大福はすっごく美味しくて有名なの。今日は並ばずに買えてラッキーだったわ。ああ、やっぱりいちご大福なのね。私は思わず顔をしかめてしまった。え、どうしたの？私、何か悪いことをしちゃったかしら。私がそんな反応をするとは思っていなかったのか、戸惑いの表情を見せる同僚。突然のいちご大福の登場に驚いていた私は、はっと我に返った。ごめんなさい。せっかく私のために買ってきてくれたのに。ひどい顔をして同僚を傷つけてしまったことを反省しながらも、私は勇気を振り絞って本心を打ち明けた。実はね、フランスのテレビ番組でいちご大福を見たことがあるの。だけどフランス人の感覚からすると、あの生地の感じとか中に入っている黒いものがゲテモノにしか見えなくて。だから正直に言うと、食べる勇気がないのよね。そうだったのね。確かに日本人にとっては見慣れた食べ物でも、海外の人には不気味に見えるかもしれない。初めて来た国の食べ物は食べるのに勇気がいるわよね。配慮が足りなくてごめんなさい。素直に自分の気持ちを告白すると、同僚は私の気持ちを受け入れてくれたようだった。ところで、いちご大福ってどういう食べ物なの？私がそう尋ねると、同僚はいちご大福について説明してくれた。大福は日本ではポピュラーなスイーツで、甘みが強いんだそう。そこにいちごの酸味が加わることで、酸味と甘みのバランスが絶妙になり、とても美味しいんですって。このいちご大福はあんこといちごを完全に牛皮で包み込んでいるけれど、こんな風に大福の切れ目にいちごを入れ込んでいるタイプもあるの。それから最近はキウイやみかん、ぶどうなど、いろいろなフルーツを包んだ大福もあるのよ。そう言ってスマホで大福の画像を見せてくれる同僚。へえ、カラフルで美味しそうね。テレビで見た大福は中身がわからなかったから気持ち悪いと思ったけれど、彼女が見せてくれた大福の画像は
みずみずしいフルーツの断面が見えていたので抵抗感を感じなかった。日本の伝統的なスイーツを食べもせずに否定するのはやっぱり良くないわよね。私、いちご大福にチャレンジしてみるわ。私は意を決していちご大福を食べてみた。最初の一口で私は衝撃を受けた。口いっぱいに広がるもちもちの食感とあんこの優しい甘さ、そしていちごの爽やかなジューシーさ、それらが三位一体となった美味しさに私は感動した。いちご大福がこんなに美味しいものだとは思わなかったわ。見た目とは裏腹にとても複雑な味わいで甘みと酸味のバランスが最高ね。私が早口で感動を伝えると同僚は気に入ってくれてよかったわと笑顔になった。私の中で日本の食文化に対する偏見や不安がなくなっていたのはこの時から。テレビの情報を鵜呑みにして食べていない日本の食べ物をゲテモノだと決めつけていたことを私は反省した。偏見を持っていたらいろいろなことに挑戦できないし新しい発見もできない。私がどれだけ無知な判断をしていたか今回のことでよくわかったわ。それから私は同僚たちに頼んで様々な日本食の店に連れて行ってもらった。寿司、ラーメン、天ぷら、すき焼き、お好み焼き、どの料理もフランス料理にはない味わいでとても美味しかった。フランス料理が足し算の料理だとすれば伝統的な和食は引き算の料理。余計なものを使わずに新鮮な旬の食材のうまみを最大限まで引き出しているの。わさびや柚子、大葉などの薬味は繊細な和食に使われるからこそ良さが引き立つ。日本人が様々な食材の特徴や最適な調理法を知り尽くしていることに感心したわ。それに和食は見た目がとても綺麗。ある店で食べた刺身はお皿に葉っぱが乗っていた。食べられるものだと思って私が口にしようとすると慌てて止める同僚。この葉っぱは食べられないのよ。食べられないものをお皿に乗せているの？フランス料理ではお皿に乗っているものは全て食べられる。だから食べられない葉っぱを皿に乗せる意味が私にはわからなかった。すると同僚がその葉っぱの意味を教えてくれたの。この葉っぱはあしらいといって季節感を出すために皿に置くもの。これは青もみじという夏のあしらいなの。この葉っぱは秋になると真っ赤になる。だから緑色のもみじを使うことで夏を強調できるというわけよ。そして秋になったら赤いもみじがあしらいとして使われることもあるわ。四季がはっきりしている日本だからこその文化。日本人は風流だと思ったわ。来日から2ヶ月が経つ頃には私は日本食の大ファンに。最近特に感動したのは同僚がランチとして持ってきた手作りのお弁当だった。小さな弁当箱に入っていたのは美味しそうな色とりどりのおかず。唐揚げ、卵焼き、ミニトマト、ゆでブロッコリー、それらはどれもお弁当では定番のおかずみたいね。私がじっと見つめていると今度作り方を教えてあげるわという同僚。食べるだけじゃなく日本食を作れるようになったらもっと楽しみが増えそうね。海外の反応。いちご大福を初めて食べた時はほっぺたが落ちそうになったよ。いちご自体も日本のものは形が綺麗で美味しいからね。
いちご大福は素晴らしいアイデアだ。大福と餅を組み合わせようっていう発想がすごいよ。私は白いあんこのいちご大福が大好き。 YouTube でレシピ動画を見ながら自分でも作るようになったんだけど、はみ出さないようにあんこを包むのが難しいのよね。初めて日本で外食をした時、値段の安さとクオリティの高さに驚いた。お世辞なしにどんな店で食べても美味しいんだ。ヘルシーな食材をいろいろ試しているうちに豆腐に行き着いた。今では豆腐ステーキにしたりスープに入れたりして楽しんでいるわ。まとめ。数ある和菓子の中でも外国人からの支持が高いのがもちもちとした食感の和菓子。大福やみたらし団子、わらび餅などは洋菓子にはない珍しい食感を気に入っている人が多いようです。一方であんこを使った和菓子は外国人の人気はいまいち。豆を甘く煮て作るあんこは欧米ではあまり見られない食文化であり、アジア圏でもこしあんの概念がないため苦手とする人が多いようです。しかしいちご大福の場合はいちごの酸味があんこの甘さをちょうどいい感じに中和。そのためいちご大福はあんこが苦手な外国人にも受け入れられやすいのかもしれないですね。皆さんはスイーツはお好きですか？実は日本のスイーツは外国人にも大人気。コーヒーゼリーやミルクレープ、雪見大福、チョコパイといった日本独自のスイーツは訪日外国人観光客にとっても楽しみの一つとなっているそうです。今回ご紹介するのは日本に留学したイギリス人女性が日本の定番スイーツに衝撃を受けたエピソード。それでは早速ご覧ください。イギリス人が日本の子供の定番スイーツに驚愕。私の名前はアンジー。ロンドンの大学に通う21歳のイギリス人よ。今日みんなに話したいのは、私が日本に留学していた時に出会ったある食べ物のこと。私に至福のひとときを与えてくれたその食べ物の素晴らしさをもっとたくさんの人に知ってほしいのよね。私が日本に興味を持ったきっかけは、動画配信サービスで見た日本のテレビ番組。たまたま見た番組がすごく面白くて、そのうちに他の番組も見るようになったの。特に驚いたのは、初めてのお使いというバラエティ番組。幼い子供が親からお願いされた初めてのお使いに奮闘する様子をドキュメンタリータッチで描いていて、日本では30年以上も続く長寿番組となっているらしいわ。私はその番組を初めて見た時、こんなに小さな子供を一人で歩かせるなんて危険すぎる、日本はそんなに安全なの？とびっくりした。だってイギリスでは子供を一人で歩かせるなんてありえないんだもの。でもね、日本へ行ってから分かったのだけれど、日本の子供たちは一人もしくは子供だけのグループで登下校するのが当たり前。中には電車やバスで自宅から離れた学校へ通う子もいるそうよ。あとはワンピースやナルトといった日本のアニメが大好きだったことも日本行きを決めた大きな理由。アニメを毎日見ているうちに日本語を勉強してみたいと思うようになったのよね。そこで日本留学に向けて、まずはオンラインレッスンやテキストでの日本語学習をスタート。ある程度日本語を覚えてから日本に留学したというわけよ。日本での生活は驚きの連続。特に治安に関してはロンドンとは全然違うと思ったわ。さっきも少し話したけれど、小学生の子供たちは一人もしくはグループで登下校をしていて、周りに保護者はいないの。
人通りの少ない住宅街だって子供たちだけで歩けるのだから、日本は本当に安全なんでしょうね。それから日本の道は夜でも安心。なぜかというと、あちこちに24時間営業のコンビニがあるからなの。いくら日本の治安がいいとはいえ、深夜に女性が一人で出歩くのはやっぱり少し怖いでしょ。だけど夜に営業しているコンビニが夜道を明るく照らしてくれたし、万が一の時には駆け込んで助けを求めることができるって思うと、とても心強かったわ。もちろんコンビニは暗い夜道を照らしてくれるだけではなく、品揃えが豊富で本当に便利。お弁当やパン、カップラーメンなどの食べ物からちょっとした生活用品まで揃っている上に、コピー機や ATM もあるから、いろいろな支払いの手続きまでできてしまうの。私が好きなコンビニフードはファミリーマートのファミチキというフライドチキン。骨がなくてほぐれるほどに柔らかいチキンからは、一口食べるとジューシーな肉汁があふれ出すのよ。フライドチキンといったらケンタッキーが有名だけれど、私はファミチキの方が断然好き。カロリーが高いと分かっていても、ファミリーマートに寄るたびについつい買ってしまったわ。あとはサンドイッチもよく食べていたわね。ハムサンドやツナサンド、カツサンドなど、日本のコンビニのサンドイッチは種類が豊富。しかもパンが柔らかくて美味しいの。あの味を知ってしまったせいで、帰国後の私は乾燥してパサついたイギリスのサンドイッチを食べるのが苦手になってしまったわ。それからおやつに食べるなら甘い菓子パンがおすすめ。クリームパンやあんパン、蒸しパン、メロンパンなど、どれを選んでも外れがないの。ただカロリーがかなり高いから、食べ過ぎないように注意した方がいいわよ。そして日本のコンビニはスイーツもすごい。シュークリームやロールケーキ、クレープなど、これをコンビニで買えちゃうのって思うほど、見た目にも味にもこだわったスイーツがたくさんあるの。ただ残念なことに、どれもサイズが小さめでね、物足りなさを感じているのは私だけではないと思うわ。でね、そんな日本のスイーツの中でも私が一番驚いたのがプリン。それはプッチンプリンというちょっと変わった容器に入ったプリンなの。私がプッチンプリンを初めて知ったのは、大学で仲良くなった友人と一緒にレポート課題をやることになって、一人暮らしをしている彼女の家にお邪魔した時のこと。あと少しで終わりそうだから、ちょっと休憩しようか。そう言って彼女は冷蔵庫からプリンを取ってきた。やったー、私日本のプリンってまだ食べたことがなかったから、一度食べてみたかったのよね。それはよかったわ。はい、どうぞ。え、どういうこと？なぜ私が戸惑ったのかというと、彼女がスプーンとお皿を差し出してきたから。カップに入ったプリンを食べるのにスプーンが必要なのはわかるけれど、お皿なんて使わないんじゃない？私はスプーンとお皿を受け取ったまま固まってしまった。すると、こうするのよと言って、自分のプリンの蓋を開けた友人、そしてプリンの容器を逆さまにしてお皿に乗せたの。それから容器の底にある小さな突起をプチッと折ると、何これ、すごい！彼女が容器を手で持ち上げると、お皿の真ん中にプリンがきれいに盛り付けられた。私もやってみる。蓋を剥がしてお皿に置いてプチッ。わあ、面白い！これってどういう仕組みなの？お皿の上の美しいプリンに私は大興奮。こんなアイデアを考えつくのは日本人以外にいないと思ったわ。そしてプリンの味にも大満足。プルンとした食感にカスタードクリームのようなコクとバニラの風味。初めて食べた日本のプリンはまろやかな甘さでものすごく美味しかった。このプリンもそうだけれど、日本のスイーツは全体的に甘さが控えめで軽やかな味わい。一方、カップケーキやトライフル、ファッジといったイギリスの伝統的なスイーツはもっとずっしりとしているの。
だから少し食べただけでも胃がもたれてしまうのよね。ちなみにイギリスにはプディングという伝統的な家庭料理があってね、卵や牛乳、小麦粉、香辛料などの材料を使って蒸し固めた料理をまとめてプディングと呼んでいるの。おやつとして食べる甘いものだけではなく、ソーセージなどを使った食事系のものもあって、日本のプリンに名前はよく似ているけれど、食感や味は全然違う。どちらかというと、フィリピンを旅行した時に食べたレチェフランというスイーツの方がプリンに似ているわね。だけど甘みがより強いのは、コンデンスミルクとエバミルクをたっぷりと使っているレチェフラン。日本のプリンの方がすっきりとした甘さで、後味もいいと思ったわ。それにしても、プチッと折ったらプリンがプルンと出てくるなんて、あの容器はすごいわよね。私はプリンをお皿に出した後も、それを食べ始めることなく、容器をまじまじと見ていた。すると、それに気づいた友人は、プッチンプリンのことを詳しく調べてくれたの。プッチンプリンは、さまざまな工夫や努力を積み重ねた結果、生まれた商品。ただ単にカップ入りのプリンだけを売り出してもインパクトがないってことで、お皿に出した時に、そこにあるカラメルソースが上になる容器が開発されたそうよ。開発のヒントになったのは、洋菓子店でゼリーを型から外す時にアイスピックで穴を開けているのを見たこと。だけど家庭でアイスピックを使うのは現実的ではないわよね。そんな時に倉庫で発見されたのが、底の突起を折ると穴が開く仕組みの容器。それは過去に海外出張をした社員が持ち帰ったものだったそうよ。容器の底に突起を作り、折るだけで小さな穴を開け、そこから空気が入る。するとプリンはその重さによって自然にお皿に乗るという仕組みを試行錯誤の末に開発。だけどこの容器を作ってくれる会社を探すのが大変だったみたいなの。ようやく引き受けてくれた最初の会社は残念ながら倒産。別の会社を探すために社員たちは奔走したそうよ。しばらくして容器の製造会社も無事に見つかり、ついにプッチンプリンは商品化。テレビ CM を使って大々的に宣伝したところ、ものすごい反響があったらしいわ。その後、大ヒット商品となったプッチンプリンは、スーパーやコンビニで売れやすくするために、さまざまなパターンの商品開発が行われたんだそう。例えば小さいサイズを3個パックで発売したり、逆に一回り大きなビッグプッチンプリンや、通常サイズの約 3.6 倍もあるハッピープッチンプリンといったものを発売してみたりね。小さいサイズは子供たちに大好評。一方で大きいサイズは若い男性に人気があったそうよ。通常サイズ、小さめ、大きめときて、今度は約1キロのプリンが作れる専用キット、手作りプッチンプリンも発売。ただし、どこでも買えるわけではなく、メーカーのオンラインショップや一部のバラエティショップなどで限定品として発売したんだそう。主な購入客層はファミリーや若い女性で、パーティー用やギフトとして購入する人が多かったんですって。それから甘くない冷ややっこ風や、真っ黒なブラックココア味、いちごミルク味、ミルクコーヒー味など、さまざまな味のプッチンプリンも登場。他のスイーツのバリエーションが増えていった時代だったから、プッチンプリンも世間に飽きられないようにするためにバリエーションを増やしていったの。さらにお弁当に入れるのに便利な一口サイズのちょこっとプッチンプリンや、アレルギーの人でも食べられる植物原料のプッチンプリンなども発売。そんなにたくさんのプッチンプリンがあったなんて驚きよね。だけど私は昔からある普通のプッチンプリンで大満足。だってプチッと折ってプルンとお皿に出すあの快感と、クリーミーな食感や絶妙な甘さを味わえたら、それだけで最高に幸せなんだもの。それから私は日本にいる間、冷蔵庫にプッチンプリンを常にストック。毎日お風呂上がりに食べるのを習慣にしていた。
夏の暑い日にはネットで話題になっていた凍らせプッチンプリンにもチャレンジ。蓋を開けたプリンにスプーンをまっすぐに刺して6時間から8時間くらい冷蔵庫で凍らせると、まるでアイスキャンディーのようになるの。ドキドキしながら食べてみると、普通のプリンとは違う食感が癖になる美味しさ。こんな楽しみ方もあるのねと、ますますプッチンプリンのことが好きになったわ。でもね、プッチンプリンはイギリスでは販売されていなくて、留学を終えてイギリスに戻るときは本当に辛かったわ。ちなみにプッチンプリンについては、ナインギャグやユニラットといった若者に人気のメディアの日本にしかないものをまとめた動画でも何度も取り上げられていてね。そのオリジナル動画には、日本はプリンの容器までハイテクなの？1970年代にこんな発明をしていたなんてすごすぎる！といった1万を超える驚きや称賛のコメントが集まっていたわ。プッチンプリンのない生活が始まってからまだ2ヶ月ほどしか経っていないけれど、もう我慢の限界。イギリスでもプッチンプリンを発売してくれたらいいのに。海外の反応。プッチンプリンをあの容器から取り出す瞬間はすごく気持ちよさそうね。だけど日本はどうしてこんなに先進的なの？あらゆる面で日本は完全に別次元にいるわ。プッチンプリンを日本で買ったことがあるけれど、あんな風にお皿に出せることを知らなかったから、普通に容器から食べてしまった。今後日本へ行った時にリベンジしなくては。クレヨンしんちゃんにプッチンプリンが出てきたのを覚えている。アニメで見た日本人の日常を実際に体験できたらきっと楽しいだろうね。プリンをお皿に移すだけで特別感のあるデザートになる。どんなに些細なことでもおろそかにしない日本人の性格は素晴らしいよ。ベルギーにも似たような商品があるよ。だけどカラメルが液体だから穴を開けられなくて意味がないんだ。どうして日本とこんなに差があるんだろうか。まとめ。プリン市場が縮小する中でもプッチンプリンの販売実績は常に1位か2位をキープ。2022年の時点では売り上げ、シェアともに首位の座にあったそうです。発売開始から40年が経過した2012年には累計販売数は51億個を突破。翌2013年1月には最も売れたプリンのブランドとしてギネス世界記録に認定されました。プッチンプリンはプリンと聞いて日本人が真っ先に思い浮かべる商品の一つ。これからも日本のプリンを代表するブランドとして笑顔あふれる美味しさと楽しさを多くの人たちに届けてほしいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。